こんにちは、カノアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。今日はですね、自分を変えたい、人生を変えたい、でも、どうすればいいのかわからないとかですね、何をしたらいいのかわからないという時に、そういう時のどうすればいいかっていうコツですね、意識を変化させるコツについてお話ししていきたいと思います。並木義和さんのお話からになります。私のあの動画を見てくださる皆さんというのは、こう意識を変えたいとかですね、統合とかですね、並木さんのセミナーに参加されたりとかいう方が多いかと思うんですけれども、私も、並木さん結構メインで、今はやってますけれども、こう真理っていう真実ですよね、宇宙の法則とかは、一つなんですけれども、こう見る角度によってですね、いろんな方から見ると、違って見えると思うんですね。で、自分がやってきたことををですね、もう続けていくと同時にですね、他の、角度から見たものもですね、情報として知って、取り入れたりですね、またやってみたり、いろんなことをこうあらゆる方面からアプローチしていくっていうのは、とても、統合をこう加速、覚醒をですね、加速させると思うので。私もいろんな情報を聞いたりして、やってみたりとか、でもやってみて合わないとかですね、自分にはちょっと違うなとかですね、そういうのも含めてですね、自分で聞いた情報をまたシェアしていったりとかしていきたいと思っていますので、よかったらまた聞いてください。で、今日は、並木さんの話で、その中から、何をしたらいいかということなんですよね。で、人っていうのは、まず変化にですね、拒否反応を起こすんですね。で、お願い事をする時にでもですね、何事もなく過ごせますようにとかいうふうに願ったりするんですけれども、それっていうのは変化を、拒んでいるっていうことになってですね、変化をしたくないというのが悪いことではなくてですね、変化をしたくないのはいけないことと思う人がいるっていうふうに言われていて、でもそうではないですよっていうふうに言われていたんですね。無理にやる必要はなくて、だけど、私たちの本質は変化するようにできているんですね。体も赤ちゃんから大人へと成長していって変化しますし、変化しないっていうものは一つもないんですね。で、宇宙っていうのは宇宙のエネルギーっていうのは進化、成長、拡大、発展のエネルギーなんですね。で、なので宇宙の一部の私たちも同じエネルギーなんですね。なので変化っていうのは避けられないっていうふうに言われていまして、で、変化したくないっていうのもありなんですが、変化することに逆らわない方がスムーズにことが運ぶこともあるそうなんですね。で、どうしたら変化のきっかけを作れるかということなんですが、こういう情報に触れる人っていうのはみんな変化したいと思ってるんですね。で、これからは、銀河人類へとシフトしていくので、今までの在り方から別の自分へ、シフトしていくという、今はそういうタイミングを迎えています。で、なので、変化するためのコツですね。で、どこから取り組んだらいいのかわからない人もいるんですね。で、コツをつかんでしまうと、それぞれのやり方はあるけれども変化させていくことができるようになります。で、変化をですね、拒んでいると、それがいろんなトラブルを作り出すことになるんですね。自分の頭ではですね、変化したいと思っていても、深いところで変化したくないと思っていると摩擦を起こしてしまって、それがトラブルになってしまいます。で、なので変化するということに対してですね、私は、そこに一致しているかっていう確認をするのがとても大事なポイントというふうに言われていました。ちゃんと自分に聞くんですね。私は本当に変化したいと思っているのだろうかと自分に問いかけて、もちろん変化に同意しているならいいんですが、なんかやらなければいけないというふうに、そういうふうにやっていくものではなくて、無理が、出ると
またそれもトラブルとして体験することになるんですね。今の、現状がですね、どうもこうも前に進めなくて、努力しても動いても変化しない時っていうのは、引っ越しをするといいそうなんですね。箱を変えるっていうことで、それは住むところだけでなくですね、職場とかですね、仕事を変えるとかですね、で同じ会社でも異動願いを出したり、違う部署に行ったりとか、転勤ですね、願いを出すとか、違う環境に身を置くことで、すごく変わるそうなんですね。引っ越しとかができないとかですね、そういう、移動願いも出せないっていう場合はですね、例えば会社に行く時のね、道を変えたりですね、車通勤してるんだったら電車にしてみるとかですね、で電車を自転車にしてみるとかですね、そうするとそこで見る景色が変わりますよね。そうするとですね、体感という反応が変わります。でその時に変化の余地っていうのが自分の中にできるようになるんですね。なのでルーティーンを変えていくのがコツということで言われていました。で変えようとか変化しようとアファメーションとかももちろんいいんですが、意識だけでは変われないそうなんですね。意識と行動を伴った時に私たちは変化することができるそうです。引っ越しができないっていう人でも、買い物にいつもスーパーに行く道を変えてみたりとか、そういうことはできますよね。そうすると見る景色が変わって体感が変わると、いつもだったら5分で行けるところを、回り道をして10分で行くとかするとですね、体感が変わりますよね。その変わるというこの感覚が変化を生むことになります。なのでちょっとずつ日常の中に変化を加えていくことがとても大事で、とても重要なポイントというふうに言われていました。ルーティーンを変えていくことを通して、自分の意識を変えて、それに伴う行動も変えていく、だから変化していくというふうに言われていたんですね。で例えばですね、日常で変化させるというと、例えばずっとスマホって皆さん使いますよね。で常にこうスマホを手に持ってっていう感じだと思うんですが、使わない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まずずっと使ってる方はスマホを使わないっていう風にしてみるとかですね。そうするとやはり変化が起こりますよね。であとは断捨離ですね、断捨離も模様替えとかですね。でここにあるものを横にこう写しただけでもですね、景色とか視界に入ってくる刺激が変わりますよね。それを日常の中でやるんですね。で箱を変えれなくてもインテリアとかだと変えれますよね。自分のできる範囲で自分の見えるものですね、例えばカーテンを変えるとかですね、布団のカバーを変えるとかですね、で置くものを変えるとかですね、そういう変化を、させてみようと実際動いて違いを作ってみるですね。でこれができるようになると違う行動をしたくなってくるそうなんですね。で今までと同じ習慣でいると、朝起きてですね、これしてこれしてこれして、会社へ行って帰ってとやっていると何も変わらないんですね。同じ考え方しかできなくなるんですね。なので見るものですね、変わると刺激が変わるので、違う思考とか感情が、そこにすっと挟まってくるようになります。そうすると、あれとか、ちょっと運動してみようかなとか、猛烈に部屋が片付けたくなったりとかですね。でいつもは、シャワーだけだけど早起きしてお湯に浸かってみようかなとか、そういう変化が出てくるんですね。で環境を変えていくということを行う、生活環境を変えるということがすごくポイントになるっていうふうに言われていました。少し長くなりますので、次回に続きますので、一旦ここで終わります。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。